皆さんこんにちは、理系サラリーマンです。今回の動画ではロジクールのユニファイレシーバーを小型化して USB Type C に対応させる方法に挑戦します。ご覧のようにですね、私は長年ロジクール製品を愛用しています。その中でもこのマウスなんですけど、 M705 っていうやつがですね、めちゃくちゃ大好きで、スクロールがクリック感のあるスクロールと切り替えて滑らかなスクロールができたり、ちょっと昔のモデルだったらここにボタンがついていて手にフィットして、電池もまたすっごい長持ちするっていう、もうめちゃくちゃこのマウスが大好きで、まあ、今もう10年以上仕事でもプライベートでもですね使用しています。ただ一つだけ問題があります。ユニファイレシーバーが USB Type A にしか対応していないんですね。最近の MacBook Air のように USB Type C ポートしか搭載していないデバイスで使用するときはめちゃくちゃ不便なんです。例えばこの MacBook Air でユニファイレシーバーを使用しようと思うと、このような変換アダプターっていうのが必要になってきます。でこちらを使えばもちろん使用することはできるんですけど、実際に使ってみるとこんな感じで非常に出っ張ってしまうんですね。これだと持ち運びもそうですけど、実際使用するときにぶつかってしまうリスクとか実用性がとても低くなってしまいます。そこで今回はこの問題を解決すべく、このユニファイレシーバーを小型化して USB Type C に対応させるっていう方法を試みてみます。じゃあまずはこのユニファイレシーバーを分解して中身を見ていきたいと思います。中には基板が入ってます。基板が USB のコンタクトになってるみたいですね。片面にクリスタルと反対側には IC が1個乗ってます。 NRF って書いてあるので、ノルティックセミコンダクターの製品ですね。ワンチップマイコンで、Bluetooth とか 2.4GHz 帯の無線が使えるっていうマイコンですね。それが搭載されています。で今回はこの基板とこの変換アダプターを一緒にしてみたいと思います。なので次は変換アダプターを分解します。こういう変換アダプターって結構簡単に分解できます。そしたらここにもう分かりやすくグランド D プラス D マイナス VCC って書いてあるので、それを元にしてこの基板をハンダ付けしていきます。まずはこの変換アダプターについているハンダを外していきます。本来であればハンダをスポーンって取るやつとかあったらいいんですけど、ちょっとうちにはないので根性で外していきたいと思います。あとは端子をきれいにしていきます。きれいに外すことができました。見えますかね、こんな感じ。この基板とこれをつなげていきたいんですけど、これね、まあ最悪というか、まあ普通にこうやってつなげてもいいんですけど、結局はそうすると飛び出してしまうんですよね、パソコンから。なので今回は垂直に立てるような形でハンダ付けをしていきたいと思います。左側がマイナス、右側がプラス、こんな感じでハンダ付けをしていきます。ただその前にこっちのユニファイレシーバーの方に少しだけハンダを付けてあげます。ユニファイレシーバーの方に少しハンダを盛りました。そしてまっすぐになるように置いて、はい、できました。こんな感じ、完全に垂直になってますね。そしたらまずはこれで動作確認をしていきたいと思います。はい、では実際に繋いでいきます。今こんな感じで結構コンパクトにできました。見えますかね、マウスとマウスカーソル動いてるの。今この状態だとちょっとぐらついたりとか、まあ基板むき出しなんでちょっと危ないので、ケースを作っていきたいと思います。今この T 字の部分をグルーガンで補強しました。ただビデオに撮れてなかったです。まあこんな感じでですね、基板が T 字になっている部分にグルーを使って補強しました。そしたらこのままだとまだちょっと強度面は不安なのと、基板剥き出しっていうのが危ないので、ケースを作っていきたいと思います。なんでまずは簡単に採寸をします。15の20で、まあ、基板とかの厚みはまあ5ミリあったら
いけんのかな、13ぐらいかな。でタイプ C の方が10ミリぐらいかな。ちょっと今から作っていきたいと思います。はい、今こちらのモデルをですね 3D プリントしたんですけど、私頭が悪かったです。同じ部品を2個プリントしたら、まあ当たり前ですけど合わないですよね。なんで左右対称のものを作って重ねないといけないです。まあ当たり前ですよね。なのでもう一度プリントするんですけど、こうやって合わせてみると、まあサイズ感はいい感じですね。でコネクタ部もいい感じなんですけど、この基板が入るところ、もうちょっと攻めれるなと。隙間が結構空いてるので、もうちょっとだけ攻めたいなと思います。もう今よりも何ミリだろうこれ。2.5 ミリぐらい攻められそうなんで、ちょっと 2.5 ミリ狭くしてもう一回作ってみます。家に 3D プリンターがあると、こういう試行錯誤が簡単にできるんで、便利ですよね。はい。なんか結構スタイリッシュになった感じがします。すごいな。じゃあこれでもう一度、3D プリントします。で、今回は対照的な2つですね。作っていきたいと思います。はい、2つミラーなんで、こんな感じですね。はい、3D プリントで出力しました。結局、作り直しとかで3つのバージョン作りました。まず、1個目。こんな感じですね。1個目は同じパーツを2つ作ってしまって、ミラーにしなきゃいけないんですけど、本来は。2つ作ってしまったので、まあ、入らないっていうやつですね。もうちょっと頭悪い感じのやつを1個作っちゃいました。その次のバージョンがこちらになります。で、まあこれはもう普通にフィットして、しかも今回ちゃんと、まあちゃんとというかまあミラーにして、で、これでいいんじゃないかなと思って動画を締めようと思ってたんですけど、その様子を見ていた妻からですね。ここ、隙間あるじゃん。今回小さく作るのが目的なんでしょ？なんで攻めないの？って言われました。なので、さらに小型に攻めたバージョンが、こちらになります。まあ、確かに、一個前のやつと比べると、まあ、ちっちゃいですよね。見えますかねこれ。そんな差あるかな、まあ、なので、作り直しました。じゃあ実際に、こちらに組み立てていきたいと思います。もう、入る入る。よかった。もう、ぴったり。いい感じやね。確かにこれの方がいい感じやね。本来であれば、エポキシで固めたいんですけど、ちょっとエポキシが今家にないので、グルーで固めていきたいと思います。ちょっと今回このグルーの白いところが残っちゃったんで、マッキーで塗っていきたいと思います。パッと見たらわかんないんで。めっちゃいい感じ。完成しました。こちらです。結構ちっちゃい。実際にじゃあマックに挿して使えるか試してみます。おお、使える。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、すごいいいっすね、これ。すごい。自分で作っといてなんですけど、すごいちゃんとした感じになりました。今回これ作って、どれくらい小さくなったか比較していきたいと思います。USB の変換、Type C と A の変換プラグを使って、普通のユニファイ接続した場合は、このサイズです。見てください、この一目瞭然。わかります？これ。サイズ感。この違いですよ。ね、全然違う。あ、すごいな、これ。めっちゃいいやん。かっこいい。もちろん、このアダプターは MacBook Air 以外の Windows パソコンであったりとか、
スマートフォンですね、刺すことができます。もちろんスマホでもこうやってマウスカーソル出せるんですよ。実際にクリックとかもできて、こんな感じで操作することが実はできます。スマートフォンに接続するときも USB Type-C でつながるので、まあコンパクトですごい面白いかなって思います。今回の改造に関しては技術未習得機器を用いた実験などの特例制度を利用しています。もともとユニファイレシーバーのように技術適合されたものを改造したりとか分解して使用することっていうのは電波法に違反してしまう恐れがあります。今回はあくまでも実験ということで小型化にチャレンジしました。でもちろんこのように改造したユニファイレシーバーっていうのは保証も対象外ですし、その日本であれば電波法に違反してしまう恐れもあるので皆さん気をつけてください。でこの動画が皆さんにとって役に立つ情報であれば幸いです。このチャンネルでは引き続き面白くて便利なプロジェクトや、まあ、ガジェットの分解とか検証とかそういったことに挑戦していきたいと思っています。最後までご覧いただきありがとうございます。もし動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、あとまたいいねボタンですね、よろしくお願いします。それではまた。めっちゃかっこいい。サイズがね、元々のこのユニファイレシーバーよりもなんか、コンパクトになったんじゃないのって思っちゃうぐらいかっこいいね。いい感じ。